はい、おはようございます。山梨デイ2ということで、グランピングねチェックアウトしたところからお送りしてるんで、今現在朝が10時ぴったりという感じになってるんですけども、今その山梨の河口湖市付近にいるんですけど、この後今からどうするんですか？パン屋さん、なんか近くにパン屋さんがあるから、ちょっとパン屋さんに行ってみたいなとは思いますよね。思いますね。しかも今日実はデニムを揃いコーデなんですよね。ね、また後で見てもらおうかなと思うんですけど、じゃあ先にパン屋さんに行ってパンを買いましょうということで行きまーす。しょい。すごい行列。うん、すごい行列よ。すぐいっぱいになっちゃう。パン買いましたか？うん、パン買っちゃった。今日はもしかしたら実家に帰るかもしれないので、ちょっと実家の分も合わせてお姉ちゃんたちのな、そういっぱい買ってパンで5000円も買っちゃった。これはどこですか？これは、うん、分かんない。 花があるところ。花があるところでは分からへんな。なんだろうね、なんかいっぱいあるみたいな。なんやろ、では見てください。こちら河口湖になっております。ちなみに今日僕今履いてるこのデニムが、嫁も履いてますね。僕は M サイズで嫁です。取ってくんないか。前さ、レアトリアの店員さんかな、嫁蔵さんめっちゃファッション変わりましたねって言われたけどさ、うん、絶対そんな格好せんかったもん、名前までって言ってたら、この広い河口湖が出てきましたわ、ドカーンと。一番そこのベンチ座って前見る、うん、こうやって見たら山も近いな。いやめちゃくちゃいいじゃん、ここ。うん。僕ら夫婦は花粉症なので、すぐさま河口湖を後にして、山道にあるハンバーガー屋さんに来ました。ハンバーガー屋さん。おしゃれな。お待たせしました。ベーコンエッグバーガーと、コーラのセットですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、あ、見えてる、本当だ。あ、すごい美味しそう。あの、見してよ、めっちゃ汚いんだよ、断面図。めっちゃうまいな。マジで美味しい。かぶっちゃって。どこ行こう。食べたいとこ。いいね。誰も取らんて。はい、取って。ふっくりいいね。え？ふっくりいいね。うん、やっぱ汁がやばい。いや、今まで食ったハンバーガーの中で過去一番うまかったって言っても過言じゃないですよね。うん、めっちゃ美味しかった。ペロン。ゴミ。完食。そしてこの後は帰るついでに、なんか乳搾りしたいらしいんですよね。違うよ。なんだ？牧場行きたいんか。牧場があったからちょっと気になっちゃうじゃん。ソフトクリーム食べたいな。うん。ではですね、牧場の方に向かいたいなと思います。今が12時ぐらいか。うん。ぼちら行きまーす。はい、それではですね、牧場の方へ到着しました。こちらは何という牧場ですか？魔界の牧場。魔界の牧場へ着きました。ここでのプランはどういうプランでしょうか？
とりあえずトイレ行こう。トイレ行ってソフトクリーム食べてちょっとフラフラしながらやろうよ。そうか、うん、バギーも乗んのかな。バギー乗れたらいいね。バギーとソフトクリームどことか。そうだね。多分なんかソーセージとかもあったりするんじゃない。ああ、チーズとか。はいはいはい、では行きましょう。お肉にしちゃった。豪華ですね。ね。いただきます。はい、塩で。ワッフルコップ、ソフトマステ、はい、1つください。はい、380円になります。いただきます。はい、タク。いや、先だ。いいの？うわぁ、ノコ。いただきます。うん、冷てえ下が。それでは魔界の牧場へ入場しました。いいね。いいよ。うまそう。うまっちゃう。はい、ということで見てもらった通り、ソフトクリームと、ベーコン串を食べたんですけども、あれからもう3時間ぐらい経ってですね、晩ご飯を今食べに来ております。晩ご飯はですね、僕の大好きな、もうこの世でナンバー5に入るぐらい好きな、味噌煮込みがあるんですけども、それを食べて、今日一日を締めたいななんて思ってはいてるんですが、まだね、大阪まではちょっと距離があるということで、ちょっと泊まって帰ろうか、ホテルとかにね、そうか、嫁に運転してもらって帰るか迷ってるんですけど、どうしますか。帰りたいのは帰りたい、まあ、僕がね、ゆっくり泊まったらどうですかいう話したんですけど、花粉症が彼女きついみたいで、もう帰れたら帰りたいな言うたりしてるんですけど、まあ、僕の喋ってる絵はそんな持たないので、まあ、次は僕のね、味噌煮込みうどんの様子を見てもらいたいなと思いますので、それ食べてから決めたいなと思います。ではどうぞ。やべ、はい、ということで、エンディングにしたいなと思います。ちょっと今日はね、帰ってくるのが遅くなって、現在9時10時前ですかね。だからエレベーターでいつもエンディング撮ってるんですけども、まあ、今日はちょっとエレベーターはみんな寝てるやろうからね、静かにしとこうということで、先ほどまで全力でエグザイル踊ってはったんですけども、今は踊らないですか。ライジングサンとか戻ってはったけども、いいか、それ皆さんに見てもらっていい。大丈夫。こんなんして踊ってはったけどさ、こんなんしてやってたけど、それはいいか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。そんな、そっか、わかりました。恥ずかしいな。失礼しました。アイビッシュフォーイも踊ったけど、それはいらんか。大丈夫、大丈夫、大丈夫。わかりました。はい、ということでね、山梨でいつ、ここで終わりで、ほんまはね、3日間行こうと思ってたんですけど、まあちょっと花粉がきついから早く家に帰りたいということだったんで、早く家に帰って、あとはゆっくりしたいなと思いますので、疲れを癒してください。はい、今日今回の旅行は嫁蔵さんも運転ありがとうございました。いえいえ、はい、こちらこそ。なんか言うとことありますか。なんか言うとこと、うん、特にない。心かな、うん、特にないけど、お腹いっぱい食べたね、2日目は。そうですね、うん、一番思い出に残ってるのは富士山が見れんかった。それが一番。なわけないじゃん。なんだろう、なんか今回できなかったこと多かったの。でも俺サウナやわ。そっか、私バーベキュー楽しかったな、朝とか。あ、そっか、嬉しそうやったもんね。うん、わかりま
ました。ということでね、この辺で終わりにしたいなというふうに思いますので、1泊2日の山梨旅行でした。では見てもらってありがとうございました。ペコリ。